ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトル。おせっかい焼きのスピードワゴンが各モードを案内してやるぜ。楽しんできなよ。あなた物語の世界に入り込んだのよ。行くわよ。離れないようにね。次はお話を選ぶのよ。頑張ってね。1999年の日本、 S 市森尾町に住む不良の高校生東方丈介。彼はジョセフ・ジョースターの隠し子であり、血縁上は空城丈太郎の叔父にあたる。ある時丈介は丈太郎と出会い、森尾町に迫る危機を知らされた。その直後、スタンド使いにして殺人鬼片桐安十郎、通称アンジェロにより、警察官の祖父を惨殺されてしまう。丈介は祖父の代わりに町を守ることを決意し、襲ってきたアンジェロを岩に同化させ封印した。だが恐るべきことに、この町には弓と矢を使い悪のスタンド使いを増やす人間がいるのだった。恐ろしい右手。私のアンダーワールドはサポート効果を掘り起こす。これか、掘り起こす。これからも任せてください。スタンド使いだと？てめえスタンド使いなのか。東方丈介、お前はこの西村奥安のザ・ハンドが消す。髪型が決まんねえな。
超える。私はあなたの役に立ちたい。これだ。掘り起こす。これからも任せてください。てめえは俺の相手だ。気づいとってやる。俺を追い詰めたつもりか。ファイナルラウンドファイト。たまりやがれ。オフマンライの拍手を送れ。やんのか。世の中のボケでやんのかし。ウルダムが反省したか。ウルダムが私はあなたの役に立ちたい。これか。掘り起こす。これからも任せてください。行くぞこら。俺はよ、東方丈介、おめえに対してかなりふざけてたような気がするよ。自分のよ、ふざけた考えは反省して改めなくっちゃな。ジャンワン戻れ。ファイト。やっとくか。切ってぶちかる。射程距離内入ったね。反省戻る。切ってぶちかる。切ってぶちかる。一体何なんだ。いい加減に。この小指でワクワクしてきたぞ。いい加減にしろよ。この小指だけしか使わない。万代の拍手を送りな。切ってぶちかぶす。外せ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 。どうや。はっ。はっ。くそ。いまいち髪型が決まんねえな。ラウンド。射程距離内入ったね。ストレート。呪いぜ。これは警告。一体何なんだ。
これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドララ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 ラおめえ自身のキャラクターだったようだな。遊びに行こう。私はあなたの役に立ちたい。これがサポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。あなたのスタンドで攻撃するの直ちにやめてください。さもないと。実にいい。実に気に入ったよ。君の性格、読者からもきっと好かれると思うよ。ラウンドワン、僕は聖地時速70キロで自分の体は背後に吹っ飛ぶ。どうすればいいんだ。戻れ。トッカー人生の愛人殺エコースリーフリーズ。いいか逆逆逆ヘッドセイヤー待て。僕は聖君の記憶をもらう。グどうすればいいんだ。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。もし僕が主人公ならば。ヘブンズドア！はっ！トウ！ハッ！許さないぞ！ボーフ！ハッ！グッド！スリーフリーズ！いいか！トウ！許さないぞ！トウ！トウ！先手はっ！ハッ！ハッ！ソリッド！僕は成長している。許さないぞ！君の記憶をもらう。待て待て。トウ！許さないぞ！殺エコースリーフリーズ。待て、スリーボールドシュッハッとハッハッ。許さないぞ。どういうことか。痛い。どう許さないぞ。今かお前に能力がボロボロになる。ヘブンズ、僕は聖君の記憶をもらう。ハハハハ。僕は漫画家として
最高のネタを掴んだぞ。ファイナルラウンドファイト。トカゲ必殺エコワークスリーフリーズ。図に先手か。許さないぞ。戻ってこい。ひどげ。許さないぞ。もし僕が主人公ならどこ。ひどげ。許さないぞ。トカゲ。もし僕が主人公ならどこ。許さないぞ。エコー、スリーフリーズ。警告、一体コモルト。一体何なんだ。なぜ、ソドギのことを体験しているんだ。許さないぞ、ヘブン。早く僕にかけたスタンドを解いてください。アンダーワールドはどんなサポート効果も最高これか。サポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないで。ような動きしてみろよ。スタンド叩こうからよ。ダボが奥安く、君には興味なかったがしようがない。君も資料にしとかなくてはな。ラウンドワン、ファイト。テクパー、君の記憶をも、どうやってやがれ。持ってこい。瞬間移動ってやつ。このスタコが。ラウンドゼロ。ファイト。瞬間移動で突き進む。戻れ。もし僕が主人公なら。次の者たち、空間を削って、空間を削って、最初はグーだ。どういうこと。君の記憶をもらう。どうか時速マジックより自分の体は背後に吹っ飛ぶ。なんじゃそりゃ。おりおりぎえいったらりやがれ。ヘブンゼットワン。なめんじゃねえぜ、豚野汚い野鳥の住みか。私のアンダーワールドは
サポート効果を掘り、これだな。サポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。てめえ、君のそのヘアスタイル笑っちまうぞ、ジョースケ。20〜30年前の古臭いセンスなんじゃないの？かっこいいと思ってんのかよ。その髪型ダサいね。今俺のこの頭のことだ。ドルッツ切ってぶちゃぶちゃ。いいだろ。もし僕が主人公ならバカだ。オネアツ切ってぶちゃぶちゃ。いいぞ。どけ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 。警告。いいだろ。一体何なの。いいだろ。どけ。やかましい。そこにいた。切ってぶちゃ。射程距離内。ライトだ。どけ。ズニッコワルト。どけ。ドルツ切ってぶちゃ。いいだろ。どけ。どけ。ズニノリアだ。どけ。ズニノリアだ。どけ。まだ殴りたくないんだ。俺がみんなを守りますよ。その髪型ダサいね。今俺のこの頭のことな。切ってぶちゃぶす。やかましい。もし僕が主人公ならどうするか。どんどん書きたい。ヘブズ戻ってドルツ切ってぶちゃぶす。射程距離内入ったぜ。いいだろ。ドルツ切ってぶちゃぶ。射程距離内入ったぜ。俺の自動追尾弾だぜ。バカだ。警告。ズニノリアだ。ドルツ切ってぶちゃぶ。バカだ。いいだろ。ドルツ切ってぶちゃぶ。バカだ。ズニノリアだ。君の記憶をもらう。ヘブ戻ってこい。切ってぶちゃぶす。ズッグヘブンゼットワン。君にはセーフティーロックをかけさせてもらう。これで君は僕に攻撃できない。もし僕が主人公ならどうするか。セーフティー。急に投手が悪い。僕はセーフ。射程距離内。はい。切ってぶちゃぶす。ズニ。もし僕が主人公ならどう。セーフ。戻れ。殴り足らねえぞ、こら！超の怪物。サポート効果を選んでください。これサポート効果を掘り起こす。私の働きを忘れないでください。正体を現したな。そんじゃあよ、平穏じゃねえ顔面に変えてやるぜ。闘争は私が目指す平穏な人生とは相反しているから嫌いだ。
ラウンドワン、キラークリーン、空気でぶっ飛ばす。いい加減にしろ。切ってみましょう。射程距離内入ったぜ。なんだぞこの人は。打ちかまく上等しねえか。スイッチを押すんだ。くそ、いまいち髪型が決まんねえな。キラークイーン、空気でブー、切ってみましょう。こんなバカ上等じゃねえか。こきさらにしか止めろ。切って向き合う。射程距離内入ったね。気づいてないの？自分に何が起こったのか裁いてもらうがいいわ。平穏な人生目指してたんでよ、血とハングリーさにかけるようだな。黄金の精神。サポート効果を選んでください。これ掘り起こす。これからも任せてください。キラヨシカゲには俺のクレイジーダイヤモンドを必ずぶち込んで倒す。クレイジーダイヤモンドとの接近戦はなるべく避けるのが得策。ラウンドワン、ファイト。キラークイーン、切ってぶち込む。こんなことがあまりだ。キラークイーン、どうだ。第一の武器を切ってぶち込む。射程距離内入ったぜ。俺の自動追尾なんだぜ。警告、やっちゃう。キラークイーン、武器弾のクエスチョン。ドルツ、切ってぶち込む。こんな手を切ってぶち込む。スイッチを押すんだ。くそ、いまいち髪型が決まんねえな。キラークイーン、ユサン、ファイト。ドルツ、切ってぶち込む。なんだと。危ない。空気だ。シルエットだ。切ってぶち込む。射程距離内入ったぜ。警告、こんな、どうしよう。何なんだった。キラークイーン、そうなんだ。先のことを聞いて検証です。危ない。吹っ飛ばす。仲間のゲスやろ。スイッチを押すみたい。決着は俺がつける。ジョウスケたちによって追い詰められたキラは救急車に轢かれて死亡した。そしてその邪悪な魂はレイミとの対峙を経て決して振り返ってはいけない小道に連れ去られていった。裁いてもらうがいいわ、キラヨシカゲ。どこに、私はどこに連れて行かれるんだ。
さあ。でも安心なんてないところよ。少なくとも。うわあ！森王朝に救う怪物は町を愛する者たちの黄金の精神によってついに取り除かれたのだ。レイミは町を去る時が来たと告げ、露伴や光一たちに見送られて穏やかに成仏する。さようなら、レイミさん。死んだ人に言うのもなんだけどよ、元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。あんたのことはここにいる誰もが忘れはしないじゃろう。ありがとう、みんな。さようなら、みんな。こうして1999年の夏はほとんどの人々にとっていつもの夏と同じように当たり前に過ぎていた。